おはようございます。今日からいよいよモロッコ入りになります。とりあえずはマドリッド国際空港に行って飛行機でタンジェに移動する予定です。では行ってきます。ホテルチェックアウトしました。なかなかいいホテルでした。空港まではバスで移動することにします。5ユーロ。黄色いバスではなくて黄色い看板ですね。空港到着したので便名確認します。10時10分、タンジール行き。チェックインカウンターは225から227。エアアラビア、無事チェックインできました。並んでる人が少ないですけど、空いてるのかな。ラウンジで朝食いただきます。プライオリティパスで今回4回目の無料朝食です。空港散策。この辺りは LCC の駐機場みたいです。乗り込みました。エアアラビア、モロッコのタンジール行きです。そろそろスペインの別れ、ジブラルタル海峡を通過します。さあ、アフリカ大陸モロッコが見えてきました。さあ、モロッコのタンジェ到着しました。モロッコの空港到着しましたけども、かなりバタバタしました。お金を引き出そうとしたら ATM が1台しかなくて、2枚カード試したんですが両方とも使えず、1万円札で両替しようとしたら、まあ珍しいお金なので時間かかりましたが、両替はとりあえずできました。そして現地 SIM を購入したらうまくつながらず、また持ち込んでセットアップし直してもらいました。時間かかった。さあ、モロッコタンジェ入国しました。思ったより寒いですね。20度ぐらいかな。空港からホテルまではタクシーを利用しました。150ディラハム、200渡してお釣り返ってくるか心配だったんですけども、ちゃんと帰ってきました。ここから海が綺麗です。タンジェでレストランに入ってみました。サラダ、とりあえずサラダです。ビーフのタジンとシーフードクスクスが届きました。さあ、ホテルチェックインしました。ダブルベッドルームです。トイレと洗面とシャワールーム。窓の外はまああんまり見えませんね。タンジェの旧市街は歩いてますけど、ちょっと青い町シャウエみたい。ああ、こういった城壁が雰囲気ですね。門を越えると海が見えてきました。モロッコ、綺麗な町ですね。タンジェ。こちらはモスクですけども、ここも綺麗。ミントティーいただきます。ご飯はチキンのサンドイッチにしました。ポテトまで挟んであります。では今日はスペインマドリッドからモロッコタンジェに移動して少し観光してきました。以上で今日は終了です。ではまた会いましょう。